はい、どうもお疲れ様です。今回は以前もちょっとやったんですけれども、100均の書道用具をちょっとさらにいろんなものを買ってみまして、どんな風に違うのかというのをダイソーとセリアさんの方で徹底検証をしてみたいというふうに思います。ちなみに素人ならではの視点でね。はい、まずは、書道に欠かせないこの下敷きですね。で、左側がこれがダイソーの方で、右がセリアさんの方なんですけれども、薄さは、まあ、ちょっとダイソーの方が厚くて大きさはあまり変わらない感じで、決定的に違うのはダイソーの方が滑り止めの機能がついてるんですね。で、これがまずダイソーの方を敷いてるのかな。あんま書いた感じは変わらないですね。いつも使ってる日本習字の下敷きとはさほど書き心地は変わらない。決定的に違うのはこれ、ここほら、あ、引っ張ってもやっとなんか例えるなら、あの車のさ、あの上、あのあそこに置くあれ、そういうやつ、滑らないやつで、一方のセリアさんはちゃんとこんな風にね、柔軟に動きますが、書き心地は変わらないですね。さあ、続いては最も重要であろう筆ですね。この黄色っぽいやつが、ニョイですね。セリアさんのニョイで、今これが、今の竹っぽいこれですね。これが、ダイソーの筆ですね。材質は、こっちの方が、ダイソーの方が確かポリエステだったかな。ポリエステルとなんかがミックスされてるやつですね。まあ、柔らかいは柔らかいです。いつも普段使ってる日本習字のやつよりは柔らかい感じですね。まあ、これ上手い下手いはね、ちょっとほっといてください、それは今回それ置いといて。で、こちらが、噂のニョイですね。これがセリアの方。やっぱね、持った感じおもちゃっぽいですね、こっちの方が。細さはもうこっちの方が細いし、毛もね、もうどんどん抜けて、もう多分しばらくとつるっぱげですよ、これも多分抜け毛がね、ひどい。こっちの材質が猫だったかな、猫の毛だったかな。断然ね、やっぱりダイソーの方がいいですね。こっちの左の方ですね。間違いなく。使えますよ、全然でも。はい。そして、ここから持つが大好きな水かきシートですね。三度の飯より大好きな水かきシート。左がいつもお世話になってる、セリアさんの方ですね。右側がダイソーです。で、このダイソーの方が2枚入ってるんですよ。材質が紙っぽい感じ。で、こっちがちゃんと、なんか布っぽいというか、1枚しか入ってないんですけども、で、墨っぽく出るのが、前も紹介した通り、右のセリアさんの方ですね。ここで、どれぐらいで、この水が乾燥して消えていくのか、時間を今測ってますね。やっぱり断然これもう消えてますもんね。この左側の方が、ダイソーの方が。で、個人的な、感じでは、右側マス目があるので、習字をするなら右側で、書道をするなら左側、自由にこう創作できるというかっていう感じですかね。墨っぽいのはでもやっぱ右かな、セリアの方かな。さあ、続いては半紙ですね。まずはダイソーの方ですかね。これなんか和紙っぽくて40枚入ったかな。ちょっと高級な感じ。厚さがね、結構しっかりしてて、書き心地もちょっと良さそうな感じですよね。わらばんしっぽいのかな、ちょっと色がね。で、何かもうちょっと気の利いたね、かっこいいこう字を書けばいいんですけど、なぜか、うと。下手くそがバレるからね、ネタがないし。で、1に逃げるっていうね。あげくの果てに縦線と。逃げましたね。ね、ちゃんとシミはついてないですね、ちゃんと。吸収してくれてます。で、一方このセリアの方、セリアさんの方はかなり薄い感じですかね。トイレットペーパーみたいな感じ、本当に薄くて、これお尻拭けないよみたいな感じ。かなり薄いと思って、でもめくってみたらね、ちゃんと墨はね、ちゃんと吸ってくれてるんですよね。で、最後がすずりなんですけども、ダイソーさんの方にはなかったです、すずりが。で、こんな感じでプラスチックかな、これセリアさんの方なんですけど、サイズ的には iPhone7 と並べてみるとこんな感じ。一般的な大きさだと思いますけどね。
はい、というわけで、セリアさんとダイソーの書道グッズをいろいろと見てきましたが、何かこれ調べてないんじゃないかっていうのがなんかありますよね。せーの、そう、炭なんですよ。炭はね、どっちももちろん売ってたんですけど、調べたらね、どうやら大差はないみたいなので、今回はまあ買わなかったです。多分基本的には同じだろうなと。で、一番やっぱり変わるのがやっぱこの筆ですかね。筆とあと、水かきシート。紙もまあ結構違いましたけど。で、近くの100均、まあダイソーとセリアに行きまくった結果ですね、かなり不審者と思われまして、おそらくはブラックリストに入ってるだろうなと。しばらく行けませんね、これね。しかも、この水かきシート、セリアの水かきシートをもう大量にまとめ買いしていくっていうね。なので、まあ、書道教室やってるんで、これぐらい必要なんで、っていうようなね、ちょっと空気を出して、大人買いをしてきました。しばらくね、自粛しますよ。百均にはね。はい。ということで、今回はセリアとダイソーの百均の書道グッズをいろいろと検証していましたが、侮ることなかれ、なかなかね、使えるものもたくさんありますので、まあ、この動画を見て、もし、使えそうなものがあったら買ってみて、練習をしてはいかがでしょうか。はい。もしこの動画がいいなと思いましたら、グッドボタン、コメント、アドバイス、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。またねー。